滅亡人雷ってかっこいいよね。え、劇場版、え、ブルーレイの DVD、 え、変身アイテム。夢の国の値上がりが止まらない。どうも、ショッカー戦闘員です。イエーイ。いやー、夢の国ありますね、千葉県に。あそこのね、値上がりが止まりません。まあ仕方ないでしょうけどね。そんな話は置いておいて、本日は昨日お話ししました滅亡人雷の V シネ決定したということで、そちらの商品に関するご案内をしたいと思います。それでは行ってみよう。みんな大好き仮面ライダーゼロワンの中に登場する滅亡人雷、え、アナビル、あー、アナビルなんですけど、アナザーライダーたちでクリスマスパーティーやって飲みすぎたらしく、本日二日酔いでございます。本日は私がまた一人でご案内いたします。ほんとどうしようもないね。皆さんはね、肝臓を大切にしてください。それでは行きます。 V シネクスト01アザーズ仮面ライダー滅亡人雷、期間限定ですが劇場上映決まりました。素晴らしいですね。2021年3月26日金曜日より期間限定で上映されるということです。見に行けたら見に行きたいな。そしてその V シネ、なんと7月14日にブルーレイ &DVD 発売決定しております。めでたいめでたい、とってもめでたい。はい、それがこれですよ。めちゃめちゃかっこいい4人。しかもね、片目がね、キランとしてるの、これはどういうお話になっているんでしょうか。とっても気になりますね。で、後ろのね、ジンちゃんのバサッと翼開いてる、これがね、すんごいたまらない。たまんないっすわ。先ほどお伝えしました、ブルーレイ &DVD 初回限定版として、作中で登場する変身アイテムがついてくるっていうのが発売されるんです。それがですね、プレミアムバンダイにて予約受付開始されております。それがこちら、ドドーンと2つのアイテムくっついてきます。マスブレインゼツメライズキーというものと、滅亡人雷ドライバーユニットというものがついてきます。では見ていきましょうか。まずはこちら、滅亡人雷ドライバーなんですけれども、ゼロワンドライバーにくっつけてね、また使うということで、このパターンでございます。はい、そしてこちらの滅亡人雷ドライバーユニットなんですけれども、開いたところ見てみると、スコーピオン、ファルコン、ジャパニーズウルフ、ドードーがついておりますね。これはどんな音声になるかっていうのもとっても楽しみです。どうしようかな、買おうかな、迷いますね。で、マスブレインゼツメライズキーがこれ、これが仮面ライダー滅亡人雷の顔なのでしょうか。っていうか、仮面ライダー滅亡人雷って一体どういうことっていう感じがします。ルパパトの時みたいに3人くっついたり、ジオウの時みたいにウォーズ、ジオウ、ゲイツがね、3人合体するみたいな、そういう感じで4人合体してしまうのでしょうか。あれはとても無理やりすぎないかなみたいな展開で、ジオウの時もね、驚きましたが、ルパパトでやってジオウもそれやるんかいっていうね、あの時はね、そういう風にね、かぶってるなーって思いました。まあ今はね、ワンダー高道とワンダーライドブックでワンダーつながりでかぶって、まあ、そうだ、全然関係ないけど、新しいスーパー戦隊衝撃すぎたんですけど、またね、それに関しては後日皆さんとちょっとね、これどうなんだろうっていう感じでお話ししていこうと思います。いやー、衝撃。はい、話戻りまして、マスブレインゼツメライズキーです。開いた感じはね、こんな感じなんですね。うーん、とっても楽しみ。こっちのゼツメライズキーにもね、マギアとか滅亡人雷の人たちのようにゴムパッチンなラインがついてますね。この白いラインね、これゴムパッチンなら今一体何なのでしょうか。配線とかなのかな、それともやっぱりゴムなのかな、パチンって、ね、そこだけはちょっと気になりますね。あ、そうそう、そしてこのマスブレイン絶命ライズキーなんですけれども、ゼロワン V シネクスト仮面ライダー滅亡人雷の作品の中からセリフが10種類以上収録されているということで、これはですね、名言がギュギュッと詰まっているのではないかと思っております。はい、そんな感じでですね、ブルーレイ、DVD ともに初回限定版ゼロワンアザーズ仮面ライダー滅亡人雷マスブレイン絶命ライズキー&滅亡人雷ドライバーユニット版というものが発売されます。では情報を見ていきましょう。まずブルーレイ、販売価格税込 13,750 円、
予約受付終了が2021年2月24日お届け日が2021年7月発送予定となっております。欲しいなと思う方は早めに予約をすることをお勧めいたします。この商品の備考欄には準備数に達した場合ご注文の受付を終了いたしますって書いてます。多数のご要望をいただいた場合準備数を調整して再度販売することがございますとは書いてありますが、しないかもしれないのでね、皆さんご注意ください。そしてブルーレイと DVD 注文画面間違えないようにお願いいたします。では続きまして DVD の価格です。ブルーレイより少しだけ安いです。販売価格 12,650 円、予約受付終了が2021年2月24日23時、お届け日が2021年7月発送予定となっております。ブルーレイ、DVD お間違いのないようにお願いいたします。で、こちらですね、一般店頭発売もいたします。ただ、初回限定版となっておりますので、店頭で買おうとしている方も予約なりなのにした方がいいかと思います。お店にね買いに行こうと思って行ってもないということが考えられますので、まあ、確実にね手に入れたいという方は店頭の場合もプレバンの場合もしっかり予約をしていただくことをとってもお勧めいたします。はい、ということでもう一回見てみましょうか。これいやーかっこいいな。どんな話になっているのでしょうか。映画もね見てないしね、これも気になるしね、もうねゼロワン素晴らしい。いやまあ他のライダーさんもいつもあるじゃないですか、 V シネとかもなんですけど、なんか滅亡人雷っていいですよね。なんか結構グッとくる、結構グッとくる率高いですけどグッときます。はい、てな感じで本日は V シネクスト01アザーズ仮面ライダー滅亡人雷の劇場上映しますよっていうのと、ブルーレイと DVD 発売決定しましたよ、それがねプレイ版で予約受付中ですよというお話をさせていただきました。とっても楽しみですね。では本日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いし、あ、ちょっとこの仮面ライダー滅亡人雷って劇場版仮面ライダー01リアルタイムのその後を描くストーリーだって映画見に行ってなかったらわかんないじゃん。完全に飲みすぎたよね。アナザーゼロワンたち悪いわ。酔ったらね結構ね泣くのね、そういうタイプ。あーミータン枕で癒されよう。うー気持ち悪い。飲みすぎはもうね良くない。あーショッカー戦闘員になんか言われそう。でもとりあえず今日はおやすみ。あ、ベストもある。寝よう。